払うって言うだよ。あ、ほんなら珍しいな。東京から来たらな、もんじゃやからな、基本もんじゃ、東京は、うん、お好み焼きとかじゃないよ。これでこれ、うん、いけるの自分でできるの、うん、自分でできるよ、ね、あんたのったらいいよ、ムービーとうん、うん、あら、みんな緊張してる。うん、オッケー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 、ツーアウト一塁でご飯の猪之助選手がレフトの頭上を越える2点タイムリーツーベースヒットを打って同点に追いつきます。やな、揚げさん食べてな、元気揚げ物食べるっていうのは元気、ほんまにマジで、あんまりもううちらおかんでももう揚げ物とか嫌がるもん。揚げ物ばっかりだ、元気や。でも食べるから、受け付けるから偉いよ。でもうちもこの間息子の嫁びっくりしてたで、そんだけよ揚げ物食べれるな。そうやろ、普通もういらんよ、食べへんねん、大変よ。でも口に入って食べれるってことは元気なんだ。だって油気なかった。油気なかった。だから元気。若さに蹴っちゃうか、やっぱり65歳。どこまでだって。65歳って言うからね、こないだから。65歳が元気やな。どこまで。あ、やっぱり行かなあかんか、のめんどくさいなぁ思って我慢したくなる。あ、そんべんない。うん、うわ、こちゃん、あ、こちゃん、こちゃん、あ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 、競い合ってる感も嫌い、競うかどうか知らんけど、みんな来てるメンバー一曲ずつ歌うか知らんけど、みんな金子大会もどうちゃらこうちゃら言うから、マコはマコあんねん、マコあんねん、マコいいやんと思う、もなもの言わ、知らんかってんけど、マスターが見てきてるよ、まあ、人数集まれへんかったりさ、うん、もうちいちゃんの声かけたら、うん、せっちゃんも、せっちゃんも、あ、ここちいちゃんとかやろ、そうそうそう、貸してんの、もともとおももの腹筋で、うちこうやって声かかったけど、ママママ声かかったわ、いいですね、まだ、だから声かかってなかったのに、なんか言いにくかったよな、多分私が言ってな、おもま知ってたやろみたいな、後から言うの嫌やからな、うん、私こうやって声かかってんけど、人数集めてって言われてんけど、そこに参加するママどうするって言ったら、いやもう参加させてもらうわって、そらおもまは言うわよ、そら言うわの、そういうことよ、一人で取り合わせたい、ちょっと何かの大だもうそういう雰囲気が嫌なんだよ、ね、あんた好きやな、まあ変わってるわ、お父さん好きや、なんか人でも一緒やけど、なんかアピールようなやり方も嫌やねんな、めっちゃ嫌や、言おうとしてること分かる、アピールするしてな、もうそこにそうなるやん、そこにそれもわしも乗っかっていかなあかんのが辛い。難しいな。難しいな。難しくないよ。自分のあの。いやでも私も断られへんやん。だって店まで飲みに来て言われてるで。そうやろ。もう私はそんなもう忙しいですってなあ言われへんしやで。安い。な。安いですな。
知ってる。知ってる知ってる。いい知ってる。知らん人は誰が来る。わからないよ。わからない。やばい、呼んでいらん。誰が来るとはええねんけど、そういう雰囲気がいい。そう、もう箱に箱にはまったな。もう弁当やって、歌歌って、ビンゴ大会やって言っても、そこで参加するのがマコはいいよ。お疲れさー。お疲れ。もう一人静かに飲んできたい人やから、うん、言うからね。